元テイシュゲルは、韓国のサッカー選手、指導者、元韓国代表監督、大韓サッカー協会副会長も歴任している。四世代学校を卒業後の1979年、実業団の韓国電力に入団。徴兵期間終了後の1980年に、オランダの PSV、アイントホーフェンに移籍し、1983年まで4年間プレー。同時期に、 西ドイツでプレーしていた車ハンコンとはよく、比較されていた。その後家庭の事情で帰国することとなり、現代、ホランイニ、遺跡、1986年引退。その前年の1985年、FIFA ワールドカップアジア東地区最終予選の、タイ日本戦で挙げた決勝ゴールは有名。翌年の本大会でもグループリーグ、タイイタリア戦で得点を挙げている。 愛称の、人頭犬は、元の出身地、人頭が由来となっている、韓国原産の犬で、元のプレーブリがまるで犬のように、しつこいことから命名された。ワールドカップのタイアルゼンチン戦では、ディエゴ・マラドーナとのマッチアップに臨み、激しく当たっていった。このことについてマラドーナは後に、彼はテコンドーで挑んできた。とコメントした。引退後は1993年から2年間は、 ココアトムス、1995年から3年間は、全南ドラゴンズの監督を歴任した後1998年に、車、ハンコンの後任として、韓国代表監督に就任。自国と日本との共催となる2002 FIFA ワールドカップに向けて、チームの強化を求められたが、思ったような結果を残せず、2000年に辞任。 その後は韓国協会所属テクニカルアドバイザーなどを務め、2005年から3年間再び全覧監督を歴任した後、2007年に2度目の韓国代表監督となった。2009年に行われた 2010FIFA ワールドカップアジア最終予選では A 組1位通過を果たし、アジアサッカー連盟から最優秀監督賞として表彰を受けた。 翌年、ワールドカップグループリーグの初戦でギリシャを下し、史上初の韓国人監督によるワールドカップ勝利監督となった。この大会で、韓国代表は2002年以来の決勝トーナメントに進出したが、1回戦でウルグアイに敗れてベスト16で終えた。大会終了後に元は代表監督を辞任し、8月から ニガーユナイテッド FC の監督となったが2012年4月に成績不振を理由に辞任した。2013年3月に韓国協会副会長に就任したが、2014FIFA ワールドカップの成績不振を理由に2014年7月に辞任している。2017年6月16日、ウリシティー・リッケを解任し、公認として元の候補が上がっている。 ありがとうございます。